ぱりこう岐阜で感じるなんか時間の感じ方と、なんか東京での感じ方っていうのはやっぱり違うなと思っていて、やっぱりこう東京の方が何かこう世話しなさだったり忙しさっていうものをすごく東京にいる間は感じまして、うん、まあ、そういうものをあの楽曲にしてみたっていうのはありますね。まあ、お話しいただいたこの一息習慣というものにすごくあのフォーカスを当てて、まあ、それについてすごく考えながら、あんまりこう自分のオンオフとかをあの考えたりすることがなかったので、まあ、そういう意味であのいい経験になりましたし、あの制作自体も自分のこうプライベート空間で制作をしていたので、なかなかこうオンオフの切り替えっていうものが難しいなってことをすごく感じていたんですけども、まあ、今回のこのこれをきっかけに、なんだろう、作業とあとオフをしっかり休む時間っていうのを、まあ、少しまだあんまり得意じゃないんですけども、少しを意識的に取り組めるようになったと思います。楽曲を通してやはりあのサビの部分が一番こう皆さんにとってのなんかこう引き付けられる部分だと思うので、本当にサビが際立つためのサウンドですとか、そのための A メロ B メロですとか、そういうような楽曲作りを意識しております。その作りたい系統の楽曲のなんかこうリファレンスになるような曲をたくさん聴いたりですとか、やっぱりそういうものに近しい映像を見たり作品を見たりしてあのインプットしてます。まあ、岐阜でのルーティンで言いますと、まあ大体昼頃に起きてまずはあのやっぱり作業をするためには、まずはその作業する環境に行かなくちゃいけないので、まず基本的に椅子に座って、椅子に座るとこうすぐゲームができる環境があるので、まずはゲームか映画か何かを見まして、でそう見てる間にこうパソコンを立ち上げまして、でまあ音楽楽曲制作をし始めると、でまあそれで大体ご飯食べたりして1日終わりますね。東京にいるうちはあの基本的にホテルにずっとこもってて東京だとすごいあの Uber Eats っていう便利なものがあるのでめちゃめちゃ使ってますね。本当にこう、まあ、今回のタイアップもそうですし、なんかこう自分の経験にないものをたくさんさせてもらえることがありまして、やっぱり最初はかなりプレッシャーを感じたりですとか、やったことがないことなので、ですがまあ結構なるようになるかなっていうのもあるので、まあ、そういうことを本当に感じつつ、なんか今後ももし何かあった時でもすごく不安になりすぎずに、まあなるようになると思って頑張りたいなと思います。音楽の制作をしていると、やっぱりなんかこう、すごくあの悪い方向に行っちゃう傾向がありまして、ずっとその作業をしていると。そのため、それをリセットするために、結構映画を見たりですとか、ゲームをやったりっていうことを心がけてますね。うん、友達と美味しいものを食べに行ったりですとか、なんか結構食べ物に、あの焼肉を食べたりですとか、寿司を食べに行ったりですとか、食べ物でリフレッシュすることがあるかもしれないですね。地元にすごい美味しい焼肉屋さんがありまして、そちらに行ったりですとか、友達のお寿司屋さんがあるのでそこに行って寿司を食べたりしてます。今年の夏は結構フェスに初めて行きまして、そうですね、あのこれまでライブとかもあんまり見たことがなかったんですけども、フェスを体験しまして、基本的には家にこもってることが多いんですけども、物理的に見ることができなかったと言いますか、あの携帯の中で聞いていた、携帯とかサブスク等で聞いていた方たちを直接見ることができまして、なんかこう本当に実在するんだなっていうのを感じましたし、なんかそういうアーティストの、いろいろなアーティストの熱量とかを知ることができて、なんかこう自分もっと頑張らなくちゃってことをすごく実感しました。そのフェスの暑さですとか、そういうので夏を体験しましたね感じました本当にあの自然があの綺麗っていうのがありますので、まあ、あのなんかこう疲れた時とか、なんかこうリフレッシュしたい時は、まあ、運転するのも好きなので、その自然の景色を見ながらこう運転してみたりして、まあ、なんかインスピレーションを浮かべたりしてます。まあ、まだあの
ライブトーンまでやったことがないんですけども、そういうフェスやそういうライブを見ることを経験しまして、まあ、自分もいつかライブなどをやってみたいなということを最近強く思っているので、まあ、そこに向けて何かこういろいろな準備ができる、来年に対して準備していけたらなと思っております。今までとまた違ったジャンルの楽曲ですとか、そういう楽曲でこうヒットといいますか、いろんな人たちに聴いていただけるようなものを作りたいなと思っております。やっぱりオンオフの切り替えっていうので、こう自分の作業とかの効率も変わってくると思うので、やっぱり本当に休むときは休むっていうのを大切にしつつ、生活してみるといいんじゃないかなと思います。